皆様どうもこんにちは。横浜 F マリノスの24番日清の岩田です。本日は皆さんに野菜を使ったヘルシー料理を知ってもらうために、現役選手に料理で対決してもらうという企画となっております。題しまして、ベジタブルマッチ。長川選手、ベジタブルマッチということですが、普段の食生活で意識していることはありますか？普段の食生活では、まあ、野菜を多く摂るようにはしてて、まあ、はい、あとはバランスよく、はい。高岡選手、料理対決ということですか、普段料理されますか？そうですね、あの晩ご飯はよく自炊することが作ってますよね。本当ですか？はい、本当です。品数多くの、 あの栄養素を摂るってことは意識してます。さすがアスリートですね。はい、選手、本日の意気込みはどうですか？いや、もう正直めっちゃ楽しみにしてました。もう3日前から寝れなかったです。それぐらい楽しみにしました。すごい楽しみにしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。負けないぞ。水沼選手、僕の MC っぷりはどうですか？MC っぷりはどうですかっていうのをすごく片言に聞かれるんですごくやりづらいですけど、はい、素晴らしいと思います。ありがとうございます。気合入れてください。はい、お願いします。それでは本日のスペシャルゲストをお呼びさせていただきます。どうぞ。誰ですか？水沼くん、お願いします。嬉しいですか？がっかりしますか？嬉しいです。嬉しいです。嬉しいです。栗原さん、はい、早速ですが本日のオーダーをお願いします。僕は横浜生まれの横浜育ちの生っ粋の横浜人なんで、横浜野菜を使った料理が食べたいですね。野菜の美味しさが味わえて、しかも試合前のエネルギーになるような料理が食べたいです。かしこまりました。はい、なるほど。それでは横浜野菜を使ったエネルギーになる美味しい料理を作ってもらいましょう。それではキックオフ。ここからは三月が実況担当していきます。さあ早速ですが、各選手横浜野菜を手に取ってそれぞれ何を作ってくれるのか楽しみです。さすが高岡選手ですね、手にも姿しっくりきてます。ここで農家さんから嬉しいビデオメッセージいただいております。横浜キャベツとして販売されるほど横浜を代表する野菜です。取れたての美味しさを味わってみてください。おっと、宮市選手、人参とズッキーニを手に取りました。こちらも農家さんからメッセージ届いてます。ベータカロテンが豊富な甘い人参です。畑が近いので葉っぱも美味しく料理に使えます。そしてこのみずみずしいズッキーニはかぼちゃの仲間で、油との相性がとってもいい野菜です。ぜひ試してみてください。さあ両チームとも食材の用意ができたようです。まずは水宮チーム、水沼選手がおっと先制点狙ってか、開始早々オリーブオイルを入れる。そしてまずはひき肉、さすがのスピード宮市選手、攻める。食材を次々と入れていきます。お、これはインテンシーが高い。これいいアシストだ。グツグツ煮込まれております。そしてこちら中高チーム、何を作るのか。こちらも負けじとヘルシーリセッター、ニンニク生姜を加えてシーフードミックスも入れる。ここで横浜野菜、キャベツ、インゲン、キクラゲ次々と切っていく。この包丁さばき、アジリティ高い。これは料理長さすがです。おっと、ここで基本姿勢を取る中川選手からのダイレクトプレー、横浜野菜を加える。再び水宮チーム、ヘルシーリセッターを入れて横浜野菜を素揚げしていく。人参は葉っぱまで揚げて食材も余すところなく使います。そして最後はやはりこの男、センスが光る中高チーム、中華麺が踊ってます。そして仕上げの塩コショウ、これはゴラッソだ。さあここで選手に話を聞いてみたいと思います。長川選手、はい、野菜を切った調理どうでしたか？いや、もう野菜が新鮮ででして新鮮で、新鮮でめちゃくちゃ美味しく作れたと思います。おお、いいですね。洋平くんは野菜を使った調理どうでしたか？すごい美味しくできたと思います。もう熱がすごい、もう料理してます、ね、料理もう普段してるんで。ありがとうございます。独身なんで。はい、こっち、次こっちね。はい、次こっちです。
コウタ君は好きな野菜とかは何かあるんですか？でも今日使ってますけど、ズッキーニは結構好きです。へぇ、はい、ありがとうございます。次な終わりリョウ君は好きな野菜とかは何かあるんですか？いや、自分も野菜は全般的に好きで。何でもですか？何でも好きです。まあ、特にナスとか。ナス？はい、ナスいいですもんね。夏野菜こそナスですもんね。素揚げしたりして。素揚げ？はい。ああ。素揚げわかる。わかります。わかる。わかる。まんま揚げたやつですね。素揚げ、はい、うまい、うん。そうですね。いいですね。確かにね。確かに。次わかんなかった、ね。はい。どうしたらいいか。完璧なかったんで。確かにわかんなかった。さあ、両チームともに料理が完成したようです。それでは料理名をお願いします。カラフルでビタミン豊富、素揚げ横浜野菜カレーです。おっと、そのまま揚げただけで野菜の美味しさが楽しめて、ベータカロテンの吸収率もアップしますね。たっぷり横浜野菜の塩焼きそばです。オイルで炒めてさらに旨味が引き出された野菜がたっぷりだ。まずは水宮チームの愛情がこもったヘルシー料理食べてみてください。じゃあいただきます。どうですか？うまいね。おー、よかったね。ズッキーニいただきます。ズッキーニお願いします。おー、どうですか？ズッキーニうまい。ズッキーニうまい。よかった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 。料理のポイントは？野菜もオイルも、ヘルシーなので、本当にスポーツ選手にとってはすごく最高なカレーになってます。じゃあ美味しくてヘルシーで、そういうことです。最高ってことです。はい、違いないです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。勝ちましたね。勝ちましたね。もう本当に勝利。続いて中高チームのヘルシー料理食べてみてください。いただきます。ゆうぞくん。はい。そのままでも美味しいんですけど、はい、この日清やみつきオイル、ごま油にんにく、ぜひかけてみてください。じゃあかけてみます。どんくらいかけりゃいいんですか？適量は一瞬。一瞬。じゃあ。シャッ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 。そんぐらいです。ああ、いいですね。あ、うまい。うまいです。もううまいですか？まだ食べてないか。まだ。はい。じゃあいただきます。じゃあ麺と野菜を絡めて食べてみます。はい。ぜひ。お願いします。シャキシャキして。めちゃくちゃ横浜野菜の新鮮さ。やっぱ育ちがいいですよ。はい、野菜の。野菜の。横浜の土地で。横浜育ちですよね。なんかこだわった点はあるんですか？あの、雄三さんを思いながら、あの、真心込めて作りました。料理のポイントは？やみつきオイルは癖になるじゃないですか。うん、この香ばしさと野菜のマッチする、うん、それ相性が抜群なんですよ、うん。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは両チームの料理を味わっていただいたところで、判定をお願いします。勝者中高チーム。よし、なんで負け。中高チームの勝利。反応良かったですね。あれ、勝敗の決め手は何ですか？いや、両チームともすごい美味しかったんですけど、最後の決め手はやみつきオイル。あれをね、カレーの方にかけてたら、もしかしたらこっちだったかもしれない。見事勝利しましたが、どうですか？いや、もう素直に嬉しいですね。やっぱり僕の真心がやっぱ届いたのかなっていうふうに思いますね。届きましたか？そうですね。そこはちょっとそうですね、そうですね、そうですね、はい、惜しくも負けてしまいましたが、水宮チーム、どうですか？はい、結構自信あったんですけどね、ゆうぞくんの反応とかはもう、うん、でね、そうですね、結構連携していい感じで作れてたんですけどね。でも多分盛り付けじゃないかな。盛り付けか。いや、盛り付けとあと海外生活、あ、長すぎて横浜の野菜を生かしきれてなかった。確かに生かしてなかった。そういうことか。リベンジさせてもらいたいですね、これはぜひ。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。中高チームの勝利となりましたが、どちらのチームもとっても美味しそうでしたね。視聴者の皆さんも横浜野菜とオイルでヘルシー料理にチャレンジしてみてくださいね。さようなら。さようなら。